本日は丸ごとメロンのショートケーキを作っていきます。ではまず生地を作っていきます。ボウルに全卵と卵黄を入れます。でそこにアーモンドプードルとグラニュー糖を加えます。でハンドミキサーで白くふわっとするまで泡立てます。最初は黄色っぽいんですけれども、だんだん泡立ってくると白っぽくなってきて、で滑らかな状態になってきます。で白っぽくふわふわになってきました。で、すくってみていただいて、落とした時に跡がしっかり残るまで泡立ててください。だいたいこのぐらいです。白っぽくなってきて、すくった時にこのホイッパーの中にしばらく卵が残っている状態で、落とした時に跡がつくまでしっかり泡立ててください。で、次に卵白を泡立てていきます。ボウルに卵白とグラニュー糖を入れて、しっかりと固くなるまで泡立てていきます。このように塊ができるぐらいまでしっかりと泡立てていきます。次にメレンゲを加えていくんですけれども、メレンゲが固いとなかなか合わさらないので、合わせる前にゴムベラでメレンゲをよくほぐします。で滑らかになったら3分の1加えてください。でゴムベラで混ぜていきます。で8割ぐらい混ざったらまた3分の1加えます。でまた8割ぐらい混ざったら残りのメレンゲを全部加えます。でここでも8割混ぜます。まだメレンゲの塊が少し残っている状態で、粉を5回に分けて合わせていきます。で粉はコーンスターチと薄力粉を合わせてふるっておいてください。で少しずつ混ぜていきます。で混ざりきる前に次の粉を加えていきます。で粉が全部入りました。ゴムベラについている粉も落として、粉気がなくなるまで混ぜてください。で最後にバターを加えます。でバターは生地になじみやすい温度が50度から60度ぐらいなので、だいたい70度ぐらい のお湯につけて湯煎しておきます。生地を一すくい、ゴムベラで一すくいバターに入れてよく混ぜます。でよく混ざったら生地にのせて混ぜていきます。バターは生地の泡を消しますので、ゆっくりと油の筋がなくなるまで混ぜてください。でこれがバターの筋ですけれども、裏返した時にこのバターの筋が見えなくなってくれば大丈夫です。であとは天板に移して焼いていきます。で天板サイズは30センチ×30センチの天板で焼いていただくとちょうどいいと思います。でこの天板は30センチ×40センチで少し大きいので、4分の3ぐらい生地を伸ばして焼いていきます。まずは角に生地を移して、全体に広げて、量の多いところからカードを30度ぐらい傾けて撫でていきます。で生地の厚さを見ているんですけれども、だいたい平らになっていれば大丈夫です。これが焼き上がりの状態です。押してみて弾力がある生地になっていれば大丈夫です。メロンは選び方なんですけれども、後ろを押していただいて少し柔らかくなってきたぐらいのところが食べ頃になります。
指がスッと入るような柔らかいものですと熟しすぎなので、グツグツに中がメロンになってしまう恐れがありますので、少し力を入れて押して柔らかさを感じるぐらいのメロンをお選びください。で、最初蓋を切ります。高さを決めていただいて、横にして蓋になる部分を切り取ります。そうしたら小さなナイフを使って中心に向かって差し入れて、小刻みに動かしながら円錐のように、円錐の形になるようにくり抜いていきます。種の部分は切り取ってください。で、この一番上の部分も使いますので取っておいてください。で、中の種をまずはスプーンでくり抜きます。で、こんな感じで種をくり抜きます。続いて中の実をくり抜いて、で、器を作ります。で、きれいにくり抜くことができました。そうしたらペーパータオルで中をしっかり拭いてほしいんです。水気を取ります。この後、果肉をスライスしていくんですけれども、メロンの果肉余ったものでもう一品杏仁プリンをご紹介しようと思ってますので、その時に使えるように、果肉の厚いもの、実の厚いものを取っておいてください。このぐらいのサイズのものを3枚ぐらい用意していただいてスライスしていきます。今回メロンのショートケーキに使いますフルーツは、このくり抜いたメロンの果肉と、それからオレンジ、それとアメリカンチェリーを使っていきます。オレンジをスライスしたものとメロンを一緒にしていただいて、シロップにつけておきます。で、アメリカンチェリーを一緒につけてしまうと、アメリカンチェリーの赤みがメロンに移ってしまいますので、アメリカンチェリーだけは別にしておいてください。で、アメリカンチェリーは種を取って半分にスライスしておきます。で、これはチェリーの種取りなんですけれども、こういうものがあれば先に種を取っていただいて半分にスライスしておきます。で、カットしたフルーツはシロップにつけておきます。グラニュー糖とお水で沸騰させて作ったシロップ、それからレモン汁、キルシュのリキュールになります。キルシュのリキュールはさくらんぼのリキュールになります。で、あえておいていただいて冷蔵庫で冷やしておきます。次に生地をくり抜いてほしいんですけれども、メロンのサイズに円形状にくり抜いてほしいんです。で、紙を生地の上に乗せて、まずは裏返します。裏紙を取っていただいて、メロンのサイズに合うセルクルがあれば、そのセルクルを使ってこのように取っていただければ大丈夫なんですけれども、ちょうどいいサイズがない場合にはこういう器を使って、この器が一番太い部分に合いそうなので、こういう器を使ってナイフでくり抜きます。全部で4枚くり抜いていただきます。一番太いところと、あとはその上下と、あとそこになる小さなものをくり抜いておきます。で、くり抜いたスポンジには先ほどフルーツをつけたシロップを塗っていきます。で、まずペーパータオルの上にフルーツは取り出していただいて、水気を切っておきます。で、このフルーツを取り除いた、残りのシロップをスポンジすべて両面に染み込ませていきます。
ではくり抜いたメロンの中に生クリームとフルーツとスポンジを入れて仕上げていきます。メロンが出回る時期には暑くなってきてますので、生クリームが温まるとボソボソになってきますから、氷水につけていただいて、他の材料も冷やしておくと生クリームがボソボソにならずにきれいに仕上がります。で、生クリームは温まってくるとすぐにボソボソしてきますので、少しずつ使う分だけ絞り袋に入れて、で中に入れていきます。まずは一番底に生クリームを薄く塗っていきます。丸口紙を使って円状に薄く生クリームを塗りました。で、ここに水気を取ったメロンを並べていきます。で、さらに生クリームを上から薄く塗ってメロンを隠すように生クリームをのせていきます。メロン全体がうっすら見える程度で大丈夫です。で、そしたら1枚目のスポンジを入れていきます。で、軽く手で押してください。で、なるべく平らになるようにきれいに押します。次に生クリームを周りから一周していただいて、次に真ん中から薄くまた塗っていきます。次はオレンジを並べます。で、メロンの時と同様に軽くオレンジを入れたら押してください。周りから生クリームをまた覆いかぶせます。で、薄くオレンジを覆っていただいたら、またスポンジを入れていきます。で、同様にクリームとフルーツをのせていきます。次はアメリカンチェリーです。で、今回はアメリカンチェリーを使ってますけれども、もちろんいちごが手に入るようでしたらいちごを使っていただいても美味しく仕上がります。で、アメリカンチェリーが入りました。またクリームで覆っていきます。またスポンジを入れていきます。で、同様にクリームとフルーツをのせていきます。で、またメロンを並べます。で、クリームでまた覆います。で、また薄くクリームを塗っていただいて、一番上の果肉をのせます。で、最初に切り落とした蓋になる皮の部分を乗せて出来上がりになります。今まだ出来たての状態なんですけれども、クリームが柔らかいので冷蔵庫で30分ぐらい冷やしてクリームを固くすると、切った時にクリームがしっかりと固くなってますので、綺麗に切ることができます。綺麗に切るにはナイフを温めていただきたいんですね。今はバーナーを使いますけれども、バーナーじゃなくてもガスコンロでもお湯でも大丈夫です。はい、仕上がりました。ル・クールブリアンの武藤直子です。パン、お菓子、それからケーキのデコレーション、あとはフルーツカッティングのお教室をさせていただいております。詳しくは概要欄をご覧ください。